スパイラルマウンテンまで来たのね。メタルシードラも、ピノッキも、それに無限ドラも、私たちの力だけじゃとても倒せなかった。そうね、いろんなデジモンが私たちを助けてくれたからここまで。でもきっとみんなが揃ってないとピエモンには勝てない。大地さん、いや、なんでもない。さあ、頂上に急ごう。
確か注文が言ってたよね。ダークマスターズはスパイラルマウンテンのてっぺんに住んでるって。じゃあ、あそこに見えるのが奴らの住処か。ん、誰が来る。え、あはっはっは、ようこそ可愛い坊やたち。なんか嫌な感じのデジモン。あれはナイトメアソルジャーズの一人。疲れたでしょ。さあゆっくり休んでいい。ピエモン、ダークマスターズ最後の一人。ソラ、お前にしか頼めないことがある。タケルと一緒にヤマズたちを探して連れてきてくれ。だってピエモンはもう目の前よ。ピエモンは最後のダークマスターズだ。何しろとんでもなく強い。必ず最後はみんなの力が必要になる。大地さんの言う通りだ。大地、サッカーと同じなんだよな。ヤマトやミミちゃんがいなくなって分かったんだ。がむしゃらに戦うだけじゃダメだって。これ以上犠牲を増やさないためにも。大地、大地、あ、急いでくれよ。
アグモ、頼む。オッケー、タイチ。気をつけろ、そいつは手強いぞ。